宮脇康七は、広島テレビのアナウンサー。広島県呉市出身。慶応義塾大学文学部卒業後、2006年、広島テレビ放送入社。テレビ宣言で毎週月曜に放送された、宮脇行きます。を担当したほか、昼前や夜間、週末の夕方のニュース、天気予報を担当することが多い。2008年2月23日。 宮古の上司球場で行われたプロ野球オープン戦、広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークス戦の実況を担当し、スポーツアナウンサーの仲間入りを果たした。千葉ロッテマリーンズの川本良平とくれ、中央シニア時代にバッテリーを組んでいたという。マズダズーム、ズームスタジアム広島で行われた2015年のオールスターゲーム第2戦では、 セリーグ選手へのベンチ裏での共同インタビューを担当した。ニックネームは、ワッキー。趣味は読書、自慢は、20日一十段、宮島国際パートライアスロン大会2007に、出場、完走したこと。2017年3月、第38回 NNS アナウンス、大賞優秀賞を受賞。2017年4月7日から、金曜 MC を務めるテレビ派では、 2017年4月7日から始まったテレビ派内の金曜コーナー、虹色セトリップの MC も務め、レギュラーの STU48 からメンバーをゲストに、迎え瀬戸内ちをロケして回っており、STU48 に情熱を注いでいる。2017年9月18日、カープがセリーグ優勝し、ビールかけ、レポーターを務めてビールかけ中のカープ選手インタビューを熱く。 お茶の間に届けた。AB、宮脇康とも広テレ。Web、広島テレビ。2018年5月12日閲覧。陸ナビ2018池、宮脇。放送券は、テレビ朝日系列が獲得した。広島テレビ放送のプロフィールページより2017年7月から9月までは、各週出演。10月からは毎週出演。ありがとうございます。